誰もいない森か。この森ってもうすぐなくなるんだっけ？今私たちが見てる眺めも消えちゃうんだね。でも思い出は消えない。ごめん、先に帰っててくれるかな。何？了解、パイン、行こう。ああ。懐かしいというにはまだ。
今さらどの面下げて帰ってきやがった。大事な商売おっぽり出して1年も家出してましただ。それでも24代目大分けか。だって兄さん突然復帰するんだもの。僕立場なくなって、それで。そりゃ仕方ねえだろうな。商売の虫がうずいたんだからよ。中入れ、風邪ひいちゃいけねえ。兄さん、これから商売人の根性ってやつをみっちり叩き込んでやる。でもこんなところじゃお客も来そうにないし。バキ野郎、お前の目は節穴か。あそこにおわす大のお得意様が目に入らねえか。ユウナ様。あれ、客引きの練習だ。例のあれやってみな。わかった。大赤や、よろしく。このトンチキが。腰が入ってねえだろ、腰が。いいか、どうするんだ。大赤や、よろしく。大赤や、よろしく。違う。大赤や、よろしく。大赤や、よろしく。よく見てろ。大赤や、よろしく。大赤や、よろしく。大赤や、よろしくね。兄さん、なんか違うよ。ごちゃごちゃ抜かすな。ここは問題なしかな。魔物だ！コンサートで放出されたスフィア波の影響で魔物が大暴れだし。つまりシンラが発明したスフィアスクリーンのせいか。スフィアの魔物は付き物だし。
なり止まないね。もう少し調べてみようか。あの塔はまだだったな。調べてみる？ユダ！メタナ！ゾルノフラン、祖父をわさにキナゼサ、ケンハワハダワウゴ。塔のそばにまたまた穴だってさ。まさかつながってるとか？祈り子様はいないと思うけど。なんか嫌な予感するんだよね。わはしゆえせみせタノファ。行ってみる？はあ。穴があったら探検する。つまり好奇心ってやつだ。そしたら魔物だらけでよ、出るに出られねえときさ。悪いな、出口まで案内してくれ。に、いで、あーだだだだだ、あー腰やっちまった。情けないなあ。もう交代でおぶってく？恥かかせるんじゃねえ。どうして欲しいんだ？そりゃおめえ、どんなもんか見せてくれ。
ンベコハミギガミジハッサコンガハトミ。とりあえず私たちの船へどうぞ。トタギクメシオニサアッサナトエシワタヤエカウアッサモハトヌジュハシアオカケ。兄貴さんとシドさんの間にはいろいろありすぎて、だから何のことだったのかリュックにもわからないんだって。でもなんかいいなって思うんだ。父さんやジェクトさんともこんな風に話せたのかもなんてね。作りやがって趣味が悪いったらねえや。まったく誰に見やがったんだか。血を捨てさ放棄をぬんやめない。トタゲルヒガキヌハコウソキハンガーナツニキハミベモトエサヒをくめぐトエサヒヤヘセベアッシシキタダエ。大なる調べとはこのことですな。我らグワードはあの音色に救われたようなものです。グワードはスピラのつまはじき者となり、多くの仲間がグワードサラムを去りました。最後まで残った我々も全てに疲れてマカラーニャの森へ身を隠したのです。あの森とともに滅びてしまおうと。しかしそこで彼らと出会いました。彼らもまた森と一緒に消えてゆくつもりだったようですが、その演奏を聞いてふつふつと湧き上がるものがございましてな。彼らの音楽、滅びさせてしまうにはあまりに惜しいと。そこで一族の者と相談し、彼らをこの町に連れ帰ることに決めたのです。反対する者は一人もなく、我らグアドは久方ぶりに団結いたしました。彼らの音楽がグアド族のすさんだ心を癒してくれたのでしょう。ロンゾが我らを憎んでいることはよく承知しております。
もし彼らが攻め込んできたとしても、逃げも隠れもいたしません。話し合うというならそれもよし、私を殺めるというならそれもまたよし。ロンゾは大丈夫、血を流すことを望んでいません。そう、長老がしっかりしてるからね。それは結構なことで、我らも新たな族長を立てなければ。じいちゃんがなれば。とんでもないことでございます。私などジスカル様とシーモア様にお仕えしただけのもの。んなことはねだなや。あんたは大したもんだっぺよ。そなたは危険を顧みず我らに救いの道を開いた。その覚悟、族長たるにふさわしい。しかし、それはあなた方の音楽の力であって。それはきっかけさ。みんなの命を救ったのはあんた自身の決断だ。さようでございますか。でしたら、一族のために老骨に鞭打ってみましょうか。辛いことがあったらさ、僕らの曲で応援するよ。ユーナ様、ちょうど良いところへ。何かご入り用のものがございましたら何なりとお持ちください。でもここって。ここはグワードの思い出が眠るところです。グワードサラムを去る際、一族に伝わる品を保管しておいたのです。一部のものは密かにここを訪れては王子を懐かしむこともあったそうで、ささやかな思い出も時には人の慰めになるものですな。じゃあ私がもらうわけには。いえいえ、ユーナ様の道は未来に通じておられます。グアドの過去をスピラの未来のために役立てていただきたいのです。ひょっとしてユーナ様。うん、やっぱりビアンとエイドに聞いたんだ。あれ、友達。うん、ロンゾは僕らが嫌いだって思ってたけど友達になったんだ。そうだ、これあげるよ。エイドからもらったやつ。いいの？うん、同じのいっぱいくれたから。僕リアンに聞いたんだ、ユーナ様とロンゾの長老の物語。ユーナ様にはこうして会えたから、今度はロンゾの長老に会いに行くよ。いつか御山一緒に登ろうってリアンたちと約束したしね。カモメだ。卒業ミッションだし。木の苦労士に使い捨てられて赤木隊は全滅です。仲間も僕を裏切り、帰る場所はありません。だが
それでなぜ私を頼る。これでもエボンの老師だが。キノック老師ととある老師が水面下で権力争いを演じているとか。敵の敵は味方か。必ずやお役に立ちます。結構。お前の身柄は私が預かる。いずれ寺院に戻れるように赤城隊員としての記録も消そう。ありがとうございます。ではそれまで身を隠します。よろしいのですか。腹の底で何を考えているのやら。利用価値はある。大召喚士の娘のように。小賢しい物言いは好かんな。はあ、ユーナ様が乗ったシパーフが原稿が終わったとのことです。ささシーモア様、歓迎のご準備を。未来の奥方となられるお方ですぞ。